ました。ちょっと風が収まって明るくなってきたんで、スピナーベイトをやめてこのドライブショット 4.5 でやってみます。はい、まだ魚がいないせいなのか反応がないんで、ボトムに切り替えてアナストの 5.5 インチネコリグでやってみます。これずっとスナックレスネコで使ってたんで、ネコリグで使うのは久しぶりですね。まあこれやって反応なかったら、まあ、間違いなくもう魚いないです。また持ってた。
乗せたよ。よし、いいじゃん、決まった。これがスイミングネットね。お、まあまあいいじゃん。そんな長さはないけど太鼓あるよ。よし、2本目。また ANOST の 5.5 でプロブピンクの猫リグですね。まあいつもスナックレス猫なんですけど、やっぱり猫にすると腹筋はいいですね。いやー、3であるのかな。ちょっと測ってみますね。やっぱり30ぐらいかな。上顎つけてちょうど30ぐらいですね。はい、じゃあありがとうね、バツちゃん、ありがとう。ちょうど30センチぐらいでした。で、今釣れた場所が、あそこに杭が2本あるんですけど、最初の1本目はあの杭の外側のボトムがちょっとコリってるところで、あのフォールバイトのような感じだったんですけど、まあ、今度は護岸の際を通して、まあ、スイミング猫をやってたら、あのボトムのコリコリっていう感覚の中にバイトが明確にコンって入ったんで、まあ、あのスイミング猫の基本通りにクラッチ切らずにそのまま動かし続けて、フッキングする分だけ残して、でずっともぐもぐさせてこう煽りながらフッキングしたら、あのうまく乗ってくれましたんで、まあ、結構嬉しかったですね。テストに着いとったね。よし、よし、抜けるサイズやったか。小さかったけど、あの5.5 でとりあえず1本目。あ、食ったよ、食ったね。また着底で食ったよ。35ぐらい。よし、これさっきフットボールに食ってきたやつじゃないかな。よいしょ、ふぅ、ふぅ、これも多分30ぐらいでしょう。よいしょ、くっとるこれ、くっとる。風があって分かんなかったね、今。やっぱりブレークの下におったね。
ふう、5本目です。ちっちゃいけどね。またあのストレート 5.5 のネコリグ。やっぱ食っとるよね。ちょっとだいぶ大きかったけど、いやなんかおかしいなと思ったんだよ。今ポールに石に当たったかなと思ったんだけど、多分バレんだよ。ちょっと重たいよこれ。ちょっと重たいよ。だいぶ大きに折ったね。ちょっと走りすぎだって。ちょっと待ってよ。絶対40でしょ。43ぐらいあるんじゃないかな。いやびっくらこいた。いや沖に縦ストがあるんで、まあここ浅いんですけど、ちょっといないかなとは思って、まあ、試しに投げてみたら、着底と同時に石に当たったようなバイトあったんですけど、まあ多分石だろうなと思って、でそのままスイミングさせても動かなかったんで、でスイミング途中に急に走り出したんで、あこれ魚だと思って、あそれやっぱりバスでした。いやマジで、ちょっとやっちゃったよ。危な、すぐ取れたもん。はい、口ちょっと開いて上顎つけて43ぐらいですね。43、もうぶち引きましたよ。いやありがとうバスちゃん、ね、はい、じゃあありがとうねバスちゃん、ありがとう。いやこんな真っ昼間の晴天無風で来てくれた、本当嬉しい一匹でした。ありがとう。で今釣れた場所がこの岸際に近いあの竹串の手前側なんですけど、最初キャストして、まあ、フォール着底確認してからスイミング猫を始めようと思ったら、着底と同時にフォールバイトのような感じがあったんですけど、あそこ石あったっけなと思って、まあ、そのまま気にせずにスイミング猫を開始し始めたんですけど、魚もやっぱり動く気配なかったんで、まあ、あのスイミング猫を続けていったら急に沖へぐんぐん走り始めたんで、まあ、そのまま合わせて、遠くだったんで魚のサイズがいまいち分かんなかったんですけど、近くに来るたびに重みが乗っかってきて、走り方がちょっと尋常じゃなかったんで、まあまあまあ大きいかなと思ったんですけど、
やっぱり40アップありましたね。